やっとくと。じゃあ門前整体三信でございます。またねこの方のねモデルさんの方なんですけれども、痛そうな顔はすごいされてるんですけれども、全然ね声とか出されないので、私のまた音声ガイダンスで伝えていこうかと思っております。今押さえている場所っていうのは大腿骨の付け根、まあ骨盤の付け根ですよね。で大臀筋、中臀筋、小臀筋、まあっていう、まあ、お尻の筋肉ですよね。お尻の筋肉がくっついている場所で、筋肉の起死停止っていう場所ですね。でここの場所をしっかり緩めてあげると、足のだるさとか腰痛とか、便秘とか、いろんな、ね、ものが、ね、解消していきます。で、でここの、ね、横の部分ってね、やっぱりね自分じゃやりにくいんです。でテニスボールとかゴルフボールとか皆さん置かれて、ね、抑えようとするんですけども、なかなか緩まない。でやっぱり緩みにくい場所なので、なんていうんですかね、私もねぐいぐい角度がねやっぱ難しいんですよね。でこの角度の難しいんですけれども、前から押さえる方法と後ろから押さえる方法とね あったりしますからね、そこをしっかり緩めていきます。で今ねこれ変わったのが、足の前頚骨筋系ですね。足のね歩いたりとかするとやっぱり疲れが溜まりやすい場所、弁慶の泣きどころとか足の三里がある場所ですね。ここをねしっかり緩めてあげるとね、足の疲れっていうのは よく緩んでくれます。でここねやっぱり硬い人っていうのはね、なかなかね、たくさんおられます。で今ね大腿直筋っていうのをねちょっと押さえてます。で大腿直筋がね門前整体マックス2になったゆえんでもあります。でこれがね内側広筋を緩めている場所、この内側広筋は膝痛とかまた腰痛にも効く場所なんですよね。でこの辺をしっかりと足を全体しっかり緩めてあげるっていうことが、やっぱりね体のね、なんていうんですか、腰痛とかあとね足の筋肉って体の筋肉の 70% を占めてますから、そこをゆっくり緩めてあげるだけでもね背中の疲れってねすごく取れてくれるんですよね。ですからね、なかなか背中の疲れが取れないっていう方はね、足の方をねしっかり緩めてあげる、もしくはね自分でねストレッチを足多めにしてあげたりとかしてもらってもいいかなと思います。っていうかね、それをやるだけでも全然違います。あとはもう一つできるのであれば、まあ、毎回ねこの私の動画見ていただいていたらわかると思うんですけども、足元を温めてくださいねってお伝えしてます。足元をやっぱりね温めてあげるだけでもね全然ね劇的に体の筋肉が緩んでくれますから、しっかり温めてみてあげてください。でこれもねやっぱりね大腿直筋ね緩めてるんですけど、痛そうです。痛そうなんですけども声が上げられないので、まあ、しっかりと緩めていってる感じでございますね。だからね今ねこのね門前整体 MAX2 はここのね、大腿直筋、まあ、足の4方向ですよね、全てをしっかり緩めていくっていう風な方法に変わってきております。ですからそこをしっかり緩められると本当にね、効くんですよ。効くんです。っていうかこれがやっってあげると足がすごく緩んでくれますから、ね、なかなか緩まないと思われている方ね、まあ、お近くの整骨院さんとかで足をしっかり緩めてくれとか、でその後にもう一回背中を触ってあげるようにするだけでも全然変わってくるっていうことをね、ご自身で分かられた上でやられてみてあげてもいいんじゃないかなと思います。でね、だんだんとね足が緩んでいかれたら、もっとね今度やっぱ背中が硬くなってくるから背中の疲れを取ってくれとか、で肩の方もねやるんですけど、最終的にはやっぱり皆さんに胃の裏あたりに来られたりとかするパターンが多かったりしますよね。で、このままね門前整体 MAX2 は手の方を緩めていきますね。で手の方をしっかり緩めて脇も押さえていきます。脇はちょっとね声出されるんじゃないかなと思って、その辺になってきたらちょっと、私の音声ガイダンスを止めてみて、どんな感じになられるかっていうのをやろうかと思ったんですけれども、この方は脇がちょっと嫌だっていうふうに言われてたのかな。まあちょっとこのまま見ていきましょう。手もねやっぱりね最近はねスマホを使われたりとかされる方、皆さんもそうですよね。この動画見ながらねスマホをいじって いじりながら見られてる、そこだあなた。そうやっぱりねスマホでねやっぱり疲れがかなり出てきますから、そこをねやっぱり手の方をしっかり緩めてあげるだけでも肩こりとか、偏頭痛とかよく聞いてきます。ここ胸ギアですね。あ、全然叫ばない、全然叫びません。あ、でもねここの胸のところをしっかり押さえてあげるとね効果的だっていう風な方、巻き肩とかにも効きますから、しっかり緩めてあげるようにしてます。でそれで今度は反対側になってもらって、また、股関節の痛いところをね押さえていきます。これがね門前整体のやり方ですね。後ろ側からこう押さえてね、顔はちょっと見えないね撮影の
やり方でね、ずっと押さえてきます。やっぱりね、ここのね、股関節の、付け根の部分、もう大腿骨の付け根の部分ですよね。ここをね、しっかり緩めてあげるとね、本当にね、腰痛とか、足のだるさとか、足のしびれ、あとね、なんていうんですか、膝の痛みとかもね、取れてくれます。ですからね、ここをしっかり緩めていってあげることっていうのはね、本当に重要です。もうご自身で緩めるんだったらね、テニスボールとかゴルフボール、あとはね、骨盤職人っていうのをね、アマゾンとかで売ってますから、木の板に棒、木の、丸いものがくっついたようなやつ、それをね、全体重かけてね、抑え込んでいくだけでもね、ここってやっぱり効果的に効いてくれます。座り仕事でも立ち仕事でも、やはりここの部分がね、一番硬くなるんですよね。私もね、何しろね、正人先生に抑えてもらって、しっかり緩めてもらわないとなかなかね、疲れが取れないと思ってる場所ですね。で、そこをしっかり緩めた後、背中を触っていくと、行くんですが、こう背中を触っていくとね、今からね、背中触っていくんですけれども、ちょっと動画が変わるかな、背中を触っていくんですけども、背中がね、やっぱりね、足を緩めた後ってね、ものすごく緩んでくれるんですよね。で、今から背中触っていくと全然背中の硬さが違いますよっていう風な、ことをお伝えしていっております。で、ここはね、やっぱりね、全然違うんですよね。で、全然違うので、緩めていくと、ほら、なんていうんですか、手の入り方が全然柔らかい。で、その後にね、背中の方を緩めていくんですけども、ここもね、気持ちよさそうなので、このまま続けていきましょう。今押さえているのは肩甲骨のところ、肩甲骨のね、まあ、なんていうんですか、肩引きっていう場所ですね。大阪ではね、肩甲骨と脊柱の間のところにつながっている筋肉のことを肩引きって言うんですけども、この肩引きが硬くなる人が多いんですよ。で、特にやっぱり右側の方が硬くなる人が多いので、ここをね、しっかり緩めていきます。ほら、もう僕の指がね、なんていうんですかね、のめり込むとか、めり込むような感じでぐい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 押さえていきます。で、このね、ぐい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 押さえていってあげると、やっぱりね、肩甲骨とね、あと今押さえている胃の裏のあたり、ここがね、とってもね、硬いんですよね。で、この硬いところをね、しっかり緩めてあげる。で、この胃の裏っていうのはね、気温の寒暖差とか、なんていうんですかね、季節の変わり目、今の時期ね、とかにね、すごく硬くなりやすい場所です。ですからね、ここをね、しっかり緩めていってあげるとね、本当にかなり効果的なんですよね。で、またね、ここのね、肩甲骨のところに戻ってきて、この肩甲骨のところをしっかり緩めていってあげるんですね。これがね、皆さん求められてる。で、足をしっかり緩めた後に、この肩甲骨をしっかり緩めていくので、劇的に効果的に効いてくれるんですよね。なのでね、皆さんもね、足を緩めた後にこの肩甲骨を、剥がすように押さえていく。真下に押さえるんじゃなくてね、ちょっと外側にね、押さえていくようにしてあげると効果的です。で、肩甲骨のところ、脇とかもちょっと押さえていって、三角筋も押さえていく。で、またね、反対側の方のね、背骨に行って、肩甲骨付近、近辺を押さえていく。で、肩甲骨の力ね、一番の凝る場所、肩引きの場所をね、しっかり緩めてあげると本当に効果的に効いてくれます。で、ここをしっかり緩めていってあげると本当に楽になっていってくれます。で、今回の方はね、門舌整体の、カイロプラクティックスを受けられている方ね。で、カイロプラクティックを受けられた方っていうのは、骨のズレを取ることによって筋肉が緩んでくれるっていう風な感じなので、骨のズレが取れるだけでもやっぱり、ね、筋肉緩んでくれます。なので、筋肉をね、緩めていく時間っていうのはこの動画見てもね、少ないんですけれども、やっぱりね、骨のズレ取っていただけた方が、楽になってくれる方もおられます。これはね、でもね、体のね、なんていうのかな、人によって違うという言うしかない。骨のズレを取っても全然バキッともならない方もおられます。で、筋肉ガチガチになられている方は、後者のね、門舌整体マックス2で受けられるのが一番効果的。もうちょっとしたらね、マックス3に進化する予定ですけれども、ちょっとね、今ね、いろいろ検討してますが、まあ、とりあえずね、ガチガチの方はね、とりあえず門舌整体マックス2を受けられることをお勧めしてます。それでもね、なかなかコリが取れないっていう方は、なんていうんですか、カイロプラクティックで骨盤のズレとか、背中のズレとかを取ってあげると効果的だったりします。これはね、でもね、
好き好きになるので人によって違うというしか言えないところが難点ですかね。で今回はこんな感じで背中とかをしっかり押さえていくよっていう風な感じの悶絶整体三つの部の動画でした。今回はね叫ばれなかったのでねこれぐらいで終わろうかと思っております。ではねまたね次の機会またお楽しみにしてください。じゃあねバイバイまたね。